これでいい。空の律者の力はもともと私のものだ。お前は借りたものを使っていただけに過ぎない。まさか思い通りに使えていたから自分の力だと思っていたか。さあ正々堂々と決着をつけようじゃないか。私たちの力の差だ。自分の負けを認めろ。そしたら私も情けをかけ、痛みのない死を与えてやらなくもない。いや、私は絶対にあんたに負けない。笑わせる。私にそんな口を聞くとは。その勇気一体どこから湧いてくるんだ。お前の仲間はまだ苦鬱の相手をしている。誰もお前の助けには来ない。コアの力は全て私の手中にあり、お前が意識空間に与えられる影響もどんどん小さくなりつつある。あと少しで全ては私のものとなるだろう。よく見るがいい。お前にはもう何もないんだ。これ以上もがいて何の意味がある。確かにあんたの言った通り、今の私には力がないし、全部無駄かもしれない。あんたと戦うどころか、こうして立ってるだけで精一杯だしね。でも倒れるたび苦しくて、もう諦めようと思うたびに、どうしてかいろんなことを思い出しちゃうの。焦げたピザトースト、辛くないパプリカカレー、三人前のパフェ、光る羽、セーフレイヤーの正門、それと彼女の最後の授業。私を助けてくれて、導いてくれて、善意を向けてくれた人たちを思い出すの。彼女たちの笑顔、感謝、未来への希望。彼女たちが私に差し伸べてくれた手、私にくれた光、それを思い出すと、どうしても諦めるなんて言えない。今まで私はたくさんのものをもらった。祝福、希望、美しい記憶、全部ここにあった。
重くて、私にぬくもりをくれる。だから、私は何もないわけじゃないんだ。何だと？私は今まで私がもらったものを他の人たちにも届けないと。空の律者のコアは私の支配下にあるはずだ。もっと多くの人たちに届けたいから、ここで倒れるわけにはいかない。いや待て、これはプレイグジェムの力。私は彼女の理想を、彼女たちの理想を背負って進み続ける。なぜプレイグジェムのお前を認めた？あの女が使ったからか？違う。プレイグジェムは最初からあんたのものじゃない！なぜ反抗する？死んだくせに、なぜまた私の邪魔をする？彼女は抗争を一度もやめたことがない。これが彼女の炎、彼女の色だ。私に勝てると思うんだ？お前が善のシーリンで、私が悪のシーリンだからか？そんなものは最初から存在しない。私が善を選んで、あんたが悪を選んだだけだ。終わった。ああ、終わったのか。ジェムの力がお前へと流れていく。私を捨てて、お前を選んだんだ。どうやらお前の信念の方が勝ったというわけだ。この力を、ちゃんと使いこなすよ。勝手にしろ。私が消えたら、お前は楽になるだろう。私はあんたが犯した罪を背負う。それが私の責任だから。それはお前が決めたことだ。私に伝える必要はない。何も知らないまま生きることも、無実の実験体として死ぬこともできたのに、お前はこの道を選んだ。シーリンの手に染みついた鮮血、彼女の悲しみと絶望、人類全員が向き合う善と悪の矛盾。お前は残った人生でそれを背負わないといけない。努力する。この世界に二度とシーリンが生まれないように。もういい、お前の同情はいらない。勝者が残って敗者が消える、そういうルールだ。異論などない。さよなら、空の律者。さよなら、もう一人のシーリン。お前の考えに賛同はしない。だが、お前の勝ちだ。お前の道を歩むといい。そうだろう。できるだけ、最後まであがいてみせろ。